はい、おはようございます。はい、おはようございます。さあ行きます。一応狙い台は下見も来てまして絞っております。あ、取られてる取られてる、56番取られてる。あとは1番、あ、1番も取られてる。あと4と5がいいと思った、あ、4と5がいいと思った。これ取ります。はい、はいはいはい、狙い台です。取れました。うん、はい。前日がハマってるんですけど、まあそこまでね、連日、一昨日がねすごいんですけど、40回ついてるんですけど、昨日へこんでて、今日どうでしょう。ワンチャンあれと思ってます。はい、それでは今日も凱旋やっていきます。グランといえば凱旋になっておりますね。毎回毎回いろんなドラマがありますんで、ちょっと今日も頑張って言っていきたいと思いますけど、前日が672ゲーム目、まあ、前々日がねだいぶ出てるんですけど、まあ、前日がへこんで、最近この通路側じゃなくて奥側がいいという、ね、傾向にあるかななんて勝手に思ってまして、まあちょっと中では候補がいくつかあったんですけど、取られちゃっている中なんですけど、第3、4候補かな、やっぱりなんか狙いが被ってきてますね、他のお客さんと。もうちょっとこうサクッと、ね、50ゲームぐらいで5と引かんかなって思ってるんですけど、毎回早めに当たって、ね、余裕で回していきたい。185よ、2回。おう、ありがとうございます。まあこういうことですね。やりました。189、うん、そういうことなんですね。ああ落ちてきた、落ちてきました、私のパネル。すみません、やりました、ありがとうございます。またこういうパネル持ってですけど、ゴッドの振動に耐えられませんでした。はい、じゃあ行きますよ、やりました、レッツゴー。あー、投資が350枚ですか。おー、早かったぞ。さあ、こっから何発、何発いきますか、今日は。きれいに1500枚終了みたいな。おお、俺はね、ダメよ。あー、やれない、Gストップすらないもんね。お願いします、最後に中段キラナとか引いてね、実はみたいな。はい、終わった。バカ野郎、ダメだろう。わー、ゴッドで5セットなんじゃこりゃ。あー、すごい気が、まあでも確定役、まあゴッド引けてるだけですね、まあマシですか。裏点じゃないよな。あー、もう、もう残り50枚、300ゲーム超えてます。あー、しんどい。初当たりは取れるんですけどね、2000ゲームで何回ですか、7回。あ、300は切ってる、ただ設定6じゃない。
なんでしょうか、もしくは2なんでしょうか。追加投資、はい、投資350枚でしたけど、そこから追加投資です。今330ゲームでしょ、まあ、天井まで持っていかれたら、まあ、2000枚ぐらいはいかれますわな。面白くなってきました。378、いやそろそろよ。うわー右風一気に来た、一気に来た。ここで上げまくりましょう。いやーもう追加投資するとは思わなかったし、引きがあんのかないのか分かりません。まあ今のところないです。また右上がりね。よーしよ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 し、右風吹いて右上がり、まあ、計3発右上がりで、ね、もう一度カモン、ふいや、はい、398、400超えません、400超えませんけど、超勘弁してや。投資が10本ちょうどですね。もう刻んで刻んで落ちてきました。やばい、反発地獄です。400手前でまた当たりましたけど、こりゃねなかなかですね。今日初です、3400円回して今日初、しんどすぎる。はい、行きますか、やるぞ、ファウル、3400円の思い、おい、右上がり行きなのでしょう。持ってます、右上がりじゃなかったけど、ちょっとやめてよ。 V か S でええやん。とりあえず今日初めてエンブレム飛ばしました。頑張っていきましょう、引き続きよろしくお願いします。はい、ちょっとなんとか2連ですけど、そして投資が500枚に対してっていう状態ですね。欲しいなこれ、欲しいな、あるね、最高、ありがとう。滑り込んだ、これは嬉しいよ。ラスト1ゲーム、うん、これでプラス的にまた戻ってきました。ただまあループとかはないと思うと、もうねどうしようって感じ。うわなんじゃこりゃ、やっちまった。セット純増1枚ぐらいやった。いやもうないから、チューリップ、はい終了。はあ
700枚もいかず、まあ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 、とりあえずプラスには行きましたんでね。投手500の今持ち球700でしょ。まあ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 、なんなの。もう間もなくね4000ゲームぐらい行くわけで、4000ゲームやってプラス200枚、あ、まだだ、裏転や、2回目来ましたよ、66ゲーム。あ、マジですか、どこの右上がり、また上がってた、分かんないっす。裏転すはまた、なんだよ、頑張るじゃん。あ、当たりました、これで下段キラナの風で強風、153ゲーム裏転ですね。さあ、ちょっとリプレイお願いします。リプレイ取ってください。10個、リプレイ10個。やばい、ノーリプレイ、ノーリプレイ。さあ裏転です。167ゲーム粘っております。三笘選手、おう、あ、裏転か、はい、ありました、もう1セット、よし、ふう、耐えた、いいね、3セット、裏転ありがとう。カモン、一番下ね、ナイスステチェン、はい、さあ4セット、うわー、吹いた裏転、はい、ラスト、はい、4セット、もう取ってません、もう分かります、もうないです。いやー、よくやりました。裏点から1200枚、ね、やっぱり設定は 4でいいと思いますけどね、この感じ難しいですね、4は。いやー、この台はここから吹くと思うんですけど、時間がありません、私には時間がない。ひな中から動かない、何回引くねん、何回引くねん、ひなな3連やん、ひなな4連、ここ切らないよね、マジっすか。まあ4連ときたら、じゃあ5連決めますか、ほい、あー、なかった、なかったです、なかったです、夢の切らな5連なかった。
199ゲーム、気なな4連ですね。ナイス、今日初ですわ、気なな連。ちゃんちゃん行こう、アザス、もっともっと行くよ。止まらないね、止まらない男。はいよ、ぶっ壊れた。はい、4つありがとう。なんと4つ乗せましたね。ここでよ、7、4連からの7、何連、5、6、7、8、8、7、8連か。やりました、伸ばした。結局その後ストックなし。はい、ただすごいね、取れました。さあ、あるのかないのか。デメが、デメが弱い弱い。え？何回？ありがとうございます。V が来てるー、ありがとうございます。はい、ちょっと人が変わります。アイレンです、よろしくお願いします。今日ちょっとね、私も凱旋打ってたんですけど、早々とやめてパチンコ打ってたんですけど、急にね、三笘さんの方が用事ができたということで、私がこの部位を引き継ぎたいと思います。それではよろしくお願いします。ではが終了いたしました。お疲れ様でした。というわけで、今日も楽しく出していただきました。ありがとうございました。はい、凱旋ね、やってきたわけですけども、もう毎回、ガンガン挑戦して、今いい回も悪い回ももちろんあるんですけど、まあ、今日はなかなか粘れたんじゃないかなと思います。5000ゲームを超える激闘というところでやらせていただきました。もう前日から、ね、下見からやってますんで、狙い台は絞ってきたんですけど、まあ、4台ね、狙ってきてました。でただちょっと並び入場順が10何番だったんですけど、もうすでにその3台、ね、4台中3台取られるというスタートになって、まあ、なんとか1台滑り込めたんでよかったんですけど、まあ、その台が見事に、結果的には好設定あったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、朝一が、ね、確定譜から始まりましてまあ伸びなかったんですけど、だから、ね、
早い確定薬伸びない説はあるんですけど、まあ、確定薬早く引け、そしてその後もですね、当たりがポンポン実は軽く引けてまして、初当たり確率が200何十分の1、300は余裕で切ってましたね、はい。まあ、ちょっとこの展開で、ね、設定がちょっとありそうだなという中で、全然こうグラフが、ね、上がっていかないという、まあ、噛み合わないとこんなもんだって感じになっちゃうんですけど、まあ、なかなかやれずにですね、苦しんでたんですけど、まあ、でも結局その設定差のある部分、あんまり、ね、強いのは引けてないんですけど、リプサンジーストップ、ね、1個も取れてないとかあるんですけどね、裏天国が3回やったかな、謎当たり1回あったかなぐらいの感じだったんですけど、まあ、それを理由にちょっと粘ってみましたら、ね、しっかり最後に跳ねてくれましたというところで、まあ、途中ね、苦しい中でやっぱり耐えなきゃいけないんだなと、人生と一緒だなと思いましたけど、まあ、キナナの4連、ね、裏天中のキナナの4連の、それ入ってからのキナナの8連、まあ、あれの出玉がこう今日の出玉だったかなと思うんですけど、まあ、なんだかんだマイナスいってから最後ああいう形になりまして、はい、結局ですね、投資が、なんと500枚と、ね、凱旋打つあれとしては、ね、格安で、ね、当たってくれましてですね、回収が3528枚ということで、3枚で3028枚、イエイ、はい、というわけで、今日も楽しませていただきました、ありがとうございました。まあ、毎回もう常連さんも、ね、フォロワーさんも、ね、凱旋だけじゃないんですけどね、今日窓かの新編とか、ね、六角出ましたし、多分 2,3 台は5、6段じゃないかなとか、まあ、置き時もいい台ありますし、花々もありますしと、まあ、見どころというかね、探しどころ満載なんで、皆さん気づいてると思うんですけど、いやなかなか、いや面白いかったですね今日の凱旋も、はい、もうみんな裏転やら G ストップやら何やらでね、楽しかったです、はい。で、まあ、ちょっと今日も、なかなか勝ちはしたんですけどね、見どころはたかな、多分 ないかもしれません、すいません、はい。でもまあこうチャンスはゴロゴロと転がっておりますんで、はい、もうそろそろね、爆発するかなと思います。狙いはね、大体合ってきたんで、あとは引きが噛み合えばというところになります。というわけで今日も、はい、いつも通りのあんまりあれがありませんでしたが、はい、またちょっと次回頑張りますんで、皆さん今日もありがとうございました。ありがとうございました。